ナニックの所在地ナニックは、かつて、岩手県森岡市中の橋通り一丁目6番8号にあった日本の百貨店である、マイルストーンターンアラウンドマネジメントが100%出資するナナックが運営していた。ナニックの建物は、地元の老舗百貨店である川徳が1972年に新築し、1980年10月に旧店舗を 青森の百貨店である中産が買収、森岡店として営業していた。その後、中産森岡店は、東日本大震災3日後の2011年3月14日に、発生したガス爆発事故により休業した。2012年10月29日、旧中産森岡店の事業を譲り受けた、企業再生ファンドの、マイルストーンターンアラウンドマネジメントが100%、 出資する7区の管理、運営によって、何区が開業した。約19000平方メートルのフロアに、生鮮食料品、衣料品、飲食、雑貨などのトナントが入居していたが、慢性的な赤字に加え、MTM の深刻な経営難による取引先への、未払い、建物の維持コストの増大、耐震補強工事が必要であることなどから、2019年6月2日で、 閉店すると発表した。早来慶造社長は3月1日の記者会見で7区の従業員約60人は一旦全員解雇し、入居するテナントには6月以降も一部で営業の延長を認める方針を明らかにしている。また、近隣に再開発で2021年森岡バスターミナルが開業することを踏まえ、建物は解体し、商業施設や駐車場、 ホテルが入った複合施設を再整備する構想を示している。ナニックは立地する森岡市河南地区のローマ字、カナ南をアルファベットを逆から読んだものである。地元密着型のコミュニティデパートをコンセプトとしている。日本百貨店協会には加盟していないため、全国百貨店共通商品券の使用はできない。ありがとうございます。